なんとなれば、睡眠中にある音響を耳にして直ちに覚醒したりと信じたる者が、覚醒後の正確なる判断力によってこれを検するときは、その間に数分甚だしきに至っては 1,2 時間の睡眠を経過せることを発見する例少なからず。その最極端なる一例は、いわゆる朝寝坊が起こされるときにして、数回にわたり呼び声に応答しつつ、またも熟睡に陥り、非三間に及びて決起して、今日はただ一回の呼び声にて覚醒したりなぞ主張すること珍しからざるは、余人の周知せる事例なり。睡眠中に感じたる音響と、これによって刺激されたる覚醒との間における経過時間に対する錯誤のいかに甚だしきかは、この一時をもってしても十分に立証しうべし。